向かい風、現在は6メーター前後吹いています。周回数、このレースも2周で行われます。第5レースのゴールドレーススタートまで間もなく残りは10秒です。進入コース、内から1番、2番、3番、ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢、コーススタート1号艇大池、2号艇吉田、3号艇隙柄、逃げる1号艇大池、2号艇吉田が指して、3号艇隙柄まくっていった。内を突くのは4号艇北側にあります。逃げる1号艇大池祐樹が現在1停車リード、2番手から2号艇吉田が続く、3番手は相当から3号艇隙柄、内側から1停進した4号艇北側が接近。スタートは正常です。2マーク2番手争い、内側から3号艇隙柄さきまる、差し返すは2号艇吉田、あるいは4号艇北川が続く。2番手は2号艇吉田稔がキープ。3番手争いは内側から4号艇北川、外は3号艇隙柄接戦で最終周回です。2周1マークリードは1停車半取っている1号艇大池祐樹が先頭、2番手2号艇吉田稔が旋回、3番手4号艇北が先まって2番手まで迫ってくるが、この内側から3号艇隙柄も接近と、一気にここで2番手らしいは3艇が接戦か。相当2号艇吉田、間から4号艇北が、内側から3号艇隙柄が過ぎます。最終ターンマーク2番手4号艇北が先まっていった。2号艇吉田が差し返すか。最内から3号艇隙柄が通過が、2番手4号艇北が3番手2号艇吉田、1番4番2番で合流。先頭1番大池五輪、2番手4番北川五輪、3番手2番吉田五輪、3番隙柄、5番藤井、ラスト6番神田が五輪です。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで2秒1秒。スタートしました第11レース、ほとんど揃ったスタートです。さあ1周1マークの攻防は、まず1号艇の丸をインからしっかりとスタートを決めて逃げていく、2号艇の松下の差し、3号艇の表がまくって、後から5番4番6番と差し込むも、ここは1号艇の丸を、そのインコースはちょっとへさきをかけるかどうか、2号艇の松下です。スタートは前提正常でした。1号艇と2号艇トップ争い、さあ激しく競り合おうとするところですが、2号艇の松下が先にターンする。差し返しのハンドルは1号艇の丸を、これは届きませんでした。先前から2号艇の松下智之が単独のトップに浮上しました。3停止後ろが1号艇の丸尾、後方3番手4号艇の森永隆が3番手、単独で浮上しています。2周1マーク、2号艇の松下が先頭、1号艇の丸尾吉高2番手、3番手4号艇の森永隆と回ります。ちょっと失速をしてしまいまして、その間に最内をスルッと抜け出した3号艇の表が一気に3番手逆転です。抜き去った3号艇の表が3番手浮上。体型は2対1、4と2対1、3と変わりました。2対1、3で2周2マーク、2号艇の松下、2番手が1号艇の丸尾、そして3番手は3号艇の表、それに対して追いかけていこうとする4号艇の森永です。レースは最終周回。枠なり3対3、9レースの予選ターゲットナイン、人気は1番市宮から2番内山へ、123ダッシュ456スタートを切りました。2号艇が少しへこんでいます。インから好スタートは1号艇の市宮、スリット後のぞくのが4号艇近藤ですが、3号艇が仕掛けました。ただ1号艇がしっかりガードを決めていって逃走、2号艇差しはへさき浮かんで最内から5号艇浮上です。スタートは前提正常でした。1号艇の市宮先頭、続いて握っていった3号艇土屋が2番手、そのインサイドから5号艇三宅が上がって、後ろは2番、6番、4番です。1周2マーク、
1号艇の一宮から潜り込む5号艇の三宅、それをさばけるか3号艇の土屋となっています。土屋が差し込んでいきまして、現在2番手優勢、目下のところ上位1番、3番、5番、2番、3番で定間は3点進くらいになっています。2周回目と入っていきました。さあ、5号艇の三宅が揺さぶりをかけていますが、21マーク、1号艇の後ろ、3号艇の土屋が回って、5号艇は少し遅れてしまいました。上位3艇ばらけまして、1番、3番、5番、2周のバック側、4番手以降ですが、2号艇の内山、4号艇の近藤、ラスト6号艇の大沢となっています。2周2マーク、先頭1号艇、一宮俊博、続いて3号艇の土屋太郎、3番手、5号艇の三宅近志と旋回していきます。上位1番、3番、5番で最終周回へと入っていきます。リンクの中心でした。1号艇の一宮俊博、しっかりと踏み込んでいきました。0台後半あたりの踏み込みで押し切っています。続いて3号艇土屋太郎、このレース2着ですと 5.80 でちょうど今のボーダー上、山田隆一選手と肩を並べるということになっていきそうです。ですから準優に向けては大変微妙な位置になります。3番手は5号艇の三宅近志、その後ろ2号艇内山、4号艇近藤、ラスト6号艇大沢で3周2マークです。1号艇一宮、人気に応えまして1着 6.67 となりますと、準優はっきりと見えてくるという形になります。上位1、3、5でまもなくゴール。先頭1番一宮降臨、3番土屋降臨、5番三宅降臨、その後ろ2番、4番、ラスト6番の順で降臨。以上、第9レース予選競争ターゲット9でした。相変わらず対岸からしっかりとした横風が 4,5 メートルほどというコンディションです。最終12レース、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。中へこみの状態になりましたが、1、2コースと5、6コース両サイドはいいスタートを切っています。インからその後は出ていく1番の岡田範行、逃走体制、あっという間に決着をつけました。興味は早くも2番手争いです。スタートは前提正常でした。大きく後退した6番の角田、今1マークを回り直すところです。スタート正常で、これから5選手は1周2マークの旋回。先頭1番の岡田、2番手2番の横田の外をつけて回ってきたのは5番の岡村雅也。岡村逆転なるか。しかし直線コース1人旅、1番岡田は今日連勝目の前。2番手2番の横田がなんとか2番手守りました。5番岡村、3番手1番2番5番は 13.4 倍のオッズ。先頭1番岡田ゴールイン、2番5番の順でゴールイン、4番竹上ゴールイン、3番山口ゴールイン。リズムの悪さも目立ちますが、この準優には乗ってきました。第11レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。第11レース、インから1号艇の池永スタートを決めて、2号艇の白石も出ていきます。1周1マーク、1号艇の池永に対し2号艇の白石、差しを狙いましたが1号艇の池永が先頭です。スタートは前提正常でした。抜け出した1号艇の池永です。そして2番手2号艇の白石の外に3号艇の加藤翔馬、2番3番2番手接戦から2周の2枠、さあ2番手は3号艇の加藤が握って回って、2号艇の白石はこの波に入ってしまいました。打ち切り込んできたのが6号艇の那須啓太です。最終ターンマーク、先頭は人気に応えた1号艇の池永太、そして2番手は3号艇の加藤翔馬、3番手が4号艇の末永由楽で、第11レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、6番2番ゴールイン、5番ゴールイン。以上、前提ゴールインしました。
6号艇メンドリ、初日は前半フライングでしたが後半は接戦つけまい、逆転の2着連帯でした。第7レースがスタートしてきました。3コース3号艇武田がスタートわずかに覗いていましたが、1マークは1号艇の坪口選定、3号艇まぐり差し、続いて2番4番6番5番とバックスレッチへ入っています。さあ完全に並んでいった3号艇1号艇トップ争いはこの2艇となり、後ろ3番手は2号艇で1周2マークの攻防です。スタートは前提正常でした。2マーク先行する3号艇ですが、1番の坪口もしっかりと差し返し入れていきました。その後の方は3番手2号艇井川がリードしていましたが、外に4号艇の岩川が並べていきます。さらには5番6番と後続艇も僅差です。2周1マークトップ争いからは3号艇武田先に運んで向こう正面リードしながらバックへ投げています。若干定間外で4番手4号艇の岩川、後ろは6号艇の面取り5号艇出元になっています。3123連単オッズは 46.0 倍を示しています。先頭3番武田ゴールイン、2着1番坪口、3着2番井川、続いて4番岩川ゴールイン、6番メンドリゴールイン、5番出元ゴールインです。前半カードはセンター戦3コースから2着、予選は3戦2勝の2連帯キープで C 通過、8位通過の5コース5号艇中村明人も、6コース6号艇の島田一成です。枠成3対3スタートしていきました。少しだけ6コース6番がへこんでいきました。あとの5艇あまり差はありませんでした。先行1号艇浜崎の逃げ、2号艇3号艇続く、あとは5番4番6番と向こう正面、先頭に立ったのは1号艇の浜崎です。そしてぐーっと内から差し上がってきての4号艇市川2番手につけました。1号艇と4号艇の2艇は早くも抜ける体勢、後方接戦して1周2マークです。スタートは前提正常、4番の位置まで2号艇長溝が入る、その後に3号艇差しました。6番のターンは流れました。先頭1号艇の浜崎、追走4号艇の市川と2艇、依然抜けた体勢です。3番手争いは混戦ムード、内から5番3番2番の3艇ほぼ横一線で2周目1マーク、間を通った3号艇藤丸1マーク先艇になりました。だいぶ待って指してという2号艇長溝ですが、藤丸の内に寄せていきます。わずかにかわす3号艇の藤丸、追走は2号艇の長溝、長溝のボート外に向いたところ、さらには1から5番6番もやってきて、やはり3番手以降混戦です。この混戦も3号艇の藤丸がリードを広げながら、上位体系は 1-4-3 の体系、レースは最終周回へと移りました。イン闘争決まった1番浜崎はこれで本日2日目、指して逃げての2戦連勝になります。4号艇の市川哲也、シリーズ2日目まではオール2連帯という戦いになりそうです。3号艇の藤丸浩一、しっかりとここは3番手守った体勢で 1-4-3 の体系、4番手から2号艇の長溝、5号艇の中村、そして6号艇の島田となりました。前の体系 1-4-3 ですが、3連単のオッズ13倍ちょうどを示しています。一般特賞第12レースは先頭1番浜崎ゴールイン、2着4番市川、3着3番藤丸、続いて2番長溝ゴールイン、5番中村、6番島田ゴールインです。